マカイビーリーバは、オーストラリアの競争場、繁殖品場。2005年、6年のオーストラリア年度代表場であり、2006年には、オーストラリア競馬の殿堂入りを果たした。主な勝ち倉は、2003年から2005年メルボルンカップ、3連覇、2005年コックスプレートなど、総獲得賞金14526,685。 オーストラリアドルはオセアニア史上1位。名前は造語であり、発音には諸説ある。日本ではマカイビーディーバと登録されたが、それ以前にはマキビーディーバと表記されることもあった。マグロ水産会社を経営するオーナーが社員である女性5人に命名を頼んだところ、5人の名前を2文字ずつ、ツラネ・メリキブディーバと名付けられたという。 1993年3月21日、オーストラリア人場所によって、イギリスで生まれる。搭載市場に上場したものの、19000ギニーで、ードリとなった。そのため、生産者が所有し、競争馬としてデビューすることとなった。デビュー2000目で勝ち上がるとそこから6連勝で、VRC クイーン・エリザベス・ステークスを制覇。 それからしばらくは勝てなかったが、オーストラリア最大のレースである、メルボルンカップに挑むと51キロの軽ハンデに恵まれたこともあり、G1 発制覇を達成した。秋には、シドニーカップにも勝ち37年ぶりのゴーシューのに、大長距離レース制覇を成し遂げている。翌年、2度目のメルボルンカップでは、アイリッシュ戦トレジャーを4連覇した、欧州の名ステイヤー、ビニーローを破り連覇した。 翌2005年には本格化し、それまでの得意距離である、長距離にとどまらず、中距離でも活躍し始めた。オーストラリアンカップをレコードで勝利し、ザ・ BMW も制覇すると、日本に遠征。エープリルステークス7着を叩いて、天皇賞に出走したが、2番人気に押されるモババが、合わず7着に終わり、初めて2500メートル以上の距離で敗北した。 その後オーストラリアに戻り、メムジーステークス一着、チンナムステークス二着、ターンブルステークス一着と好成績を残し、オーストラリア最強馬決定戦であるコックスプレートにも勝ち、オーストラリアを代表する競争馬となった。十一月一日のメルボルンカップでは五十八キログラムとトップハンデを背負いながらも史上初の三連覇を達成。この勝利によりサンダインが保持していた、 オセアニアの競争馬の獲得賞金記録を更新している。優勝直後、バシュがスピーチで現役引退を発表した。翌年オーストラリア競馬の殿堂入りを果たした。2006年シーズンより、オーストラリアニューサウスウェールズ州にあるクールモアスタットで繁殖入りし、ガリレオと交配された。2007年に初子となるオ馬を出産し、この年は、 インコスタでラゴトの交配を行った。ABC、優春2020年11月号通関923号43ページ。ありがとうございます。